はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、千葉県に来ておりまして、僕もねお付き合いがございます王道屋さんのグループであります神道屋さんというラーメン屋さんに訪れております。というのもですね、ちょっと僕こちらのお店に本当に行きたかったんですけど、僕のね知り合いである山田さん、今横にいるんですけどちらっといいですね、お話をしたところですね、友人だからってことでお話していただきまして、念願のこの神道屋さんに訪れることができました。かなりね家系なんだけどメニューが豊富でして、コテコテ系だったりとかつけ麺だったりとか油そばとかいろいろあるんですが、本日はそちらのメニューね4杯いただこうと思っております。メニューは到着するまでもう少々お待ちしたいと思います。ということで、ただいまね、1杯目到着いたしました。1杯目がチャーシュー麺の大盛りでございます。めっちゃうまそうです、匂い。いや、いただきます。店長からですね、サービスでいただきました。トントロと固ゆでの普通の卵、ゆで卵に味ネギですね。はい、まずスープからですね。骨感ももちろんですけど、背がらから出る肉感とこのチー油のこのバランス、めちゃめちゃ良くないですか。また醤油もちゃんと生きてるんで、この油に負けない感じ、肉と油に負けない感じが、うわうわちょっとこれ麺もいいっすかねうまそう。なんだこれ、家系っていうと結構片面にする方も多いと思うんですけど、僕ね今回普通で注文させてもらったんですよ。でこれ普通で注文するとコシもしっかりあるんだけど、表面にしっかりスープ吸ってくれて、これがねめっちゃうまいんで、ちょっとご飯いかしてくださいもう完全に麺おかずっすね。うまっうまっうまっ。デフォで頼むと結構濃いめではあるんですけど、肉感と油感でいいバランスが取れてて、それをしょっぱく感じさせないんですよね。しっかり旨味として感じさせるようにしてくれてるんで、このねやっぱデフォめちゃめちゃうまいっす。ちょっとこれチャーシューめちゃめちゃうまそうだな。これチャーシューこちらでございますね。うまそう。うまこれやばいな。じゃあまあちょっともう家系なんで、ほうれん草のりとちゃんとスープ浸して、ちょっとチャーシューも巻き込んでいただきます。うまうまいうまくないは別として、好みとして言うと僕個人的に1、2を争うぐらいかもしれないですね。今までの経験の中でそれぐらい好みの味です。うん、僕もこれトントロいいですか。トントロって珍しいですね。50円これ50円なんですか。1枚50円どういうこといただきます。うわー、トントロってチャーシューにするとこうなるんですね。うん、まっうんまっ。ちょっとラーメンにこれのこれちょっとこれ冷たくってこんだけうまいんだったらラーメンに合わせたらやばいっすね。うんうまっうまっ。これやばいっすね。いただきますあったかいとのトントロ特有のサクサク感がちょっと復活して、でも油溶けるんですよね。今ね横でビール飲んでるんですけど、ずるすぎるっす。これもう耐えられなくなってきそうすごいな。
固ゆでうま固ゆで食ってスープ飲むとめちゃめちゃうまいっすね。ちょっと一緒にこう、これね、ツイッターのフォロワーさん限定、まあ、朝ね15個とか限定でしか販売してないそうなんで、販売でプレゼントとかしてるみたいなんで、まあ、ぜひ、ね、この固ゆで卵を気になった方はフォローしてもらって、朝一にねもう並んでもらってこれ食べてください。めちゃめちゃ合うと思います。でもちょっとね、山田さんが、ビールをお返しの時にこれ来たんですけど、これね、ビールを頼まれるとチャーシュー1枚に海苔1枚がついてくるんですよ。これね、ビールも合わせて200円なんで高すぎるんですけどまあぜひね、車でない方はビールもね、ちょっと一緒に楽しんでもらえたらなと思います。いや、200円ってやばいよなじゃあこちらね、味玉最後でございますね。あースープ止まんなくなっていっぱいでこんな感じで完食させていただきました。ひとまずね、ごちそうさまですということで、次のねメニューが到着するまでもう少々お待ちしたいと思います。ということで、ただいまね2杯目いただきましたのがこちらでございます。固定野菜の、まあ、チャーシューの大盛りということで、なかなかねこういう家系のお店だと背脂入ったメニュー珍しいと思うんですけども、レビューサイトとか、まあ、ツイッターとか見ても頼まれたお客さんはかなり多いです。しかも食券機だとこの固定野菜っていうラーメンが一番左上になるんで、推しのメニューといえば、まあ、推しのメニューってことなんで楽しみなんですけど、いただきたいと思います。いただきます。なんか不思議と味噌っぽい良さも出てきますね。なんかうま、同じスープ使っててもかなり系統が分かれるので、どっちのが好きっていう好みはこの神道屋さん好きだとしても分かれると思いますね。うん、通常の家系と、まあ、このね日本柱っていうのが理解ができるぐらい完成度がものすごく高いです。うん、画面で見てわかると思うんですけど、このメニューをですね大盛りにすると二郎系ラーメンぐらいの量が来るので、皆さん頼むときはあのお腹とねしっかりと相談して、残さないようにしてくださいね。うん、あ、麺もうまい。うん、うまっ。あ、これめっちゃうん、がっつりしてるんだけど不思議とねやっぱりバランスがいいので重いっては感じないですね。どんどん食べ進めちゃう感じです。うわー、うまっ。あぶね、忘れてた。大戸屋さん系列では味変アイテムが卓上にあるんですが、まずこれ無限ニンニクということで、味付けの刻みニンニクは大戸屋さん系列に大体ありまして、こういうがっつり系のメニューなんでちょっとニンニクをあえてパワー増していきたいと思います。これ無限ニンニクと合わせていただきます。うん、ベースのニンニクはしっかりと味もついてますし、このニンニクの、ね、香りでかなり、ね、食欲出るんですが、味ついてるんで入れる際には味の調整しながらじゃないとちょっとしょっぱくなっちゃう場合もあります。皆さんもちょっと注意して自分好みにねこの無限ニンニク使ってみてください。うん、うわ、この辺りで先ほどいただいた味ネギも、うん、味ネギうまい。
こうかな、こうでこうなんじゃないかな、こうじゃないですかね。これ皆さん、味ネギとマヨネーズ、これじゃないでしょうか。ちょっとあとこれもだな、ちょっと無限ニンニクにこれマヨネーズとこれで、うまっ。あのラーメンにも合うは合うんですけど、個人的にはめちゃめちゃ最高にご飯のお供な気がします。マジでライスに合うわこれ。うん、あってということですね。ただいま2杯目完食していただきました。ごちそうさまでした。ということでですね、ごめんなさい、オープニングで4杯ほどって言ったんですけど、大盛りでライスも大盛りで頼んだら今結構お腹来てまして、4杯目行ってしまうと楽しむ回じゃなくてもうチャレンジメニューの回になっちゃうので、今回ね4杯目はキャンセルさせていただきました。なので今回こちら3杯目が最後の1杯でございますね。こちらね、裏メニューとして提供されている油そばだそうでございます。そしたらですね、こちらの裏メニューでございます、最後の油そばいただきたいと思います。これ卵黄粉でうまそうよっ、うん、めちゃめちゃおいしいです。これスープがないので醤油感すごく立ってるんですけど、麺が溶けて油としっかりと乳化してる分しょっぱめなんだけど、きつっていう気はしないんですよね。ガツンとっていうよりかズシっていう、重量級ではあるんですけど、使ってるこの具材、麺とかあとはトッピングもそうですけど、それがもう最大限味わえるような一杯になってて、これめちゃめちゃうまいんですけど、最後ではなかった。そうだよね、だよね。うん、うまっ。本当にこれいろんな味変アイテムが合いそうで、まあ、マヨネーズからお酢からフライドガーリックとかもあるんで、そういった組み合わせで本当にその人なりのカスタマイズができるんで、同じメニュー食べても全然印象変わると思いますね。うん、ちょっとねこの辺りでですね、こちら刻み生姜も入れたいと思います。うん、この辺りでこちらに卓上にございますラーメン酢を使って味変していきたいと思いますね。よっ、うん、すごい、マヨネーズかけたんじゃない、お酢とすごい、ということで、こちらがね最後の一口でございます。お腹がいっぱいですね。ごちそうさまでした。ということで、本日はですね、神道屋さんで、3種類メニューいただいてきましたが、正直ですね、大盛りでライスも大盛りセットですね、完全に食べ過ぎでございました。ただ本当にね、さっきからずっと言ってるようにめちゃめちゃ美味しいメニューばっかりでして、今日食べた以外にもつけ麺だったりとか塩ラーメンだったりとかいろんなねメニューがあるんですけれども、ぜひねこちらの神道屋さんに来てみて、好きなメニュー好きなカスタマイズを見つけて通っていただきたいなと思う最高のお店でございました。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですねサブチャンネルの方なんかも最近動き始めておりますので、ぜひそちらもチェックしていただければと思います。それではじゃねー。